これから、柳の、基本的な研ぎ方をお教えします。で、まあプロフェッショナルの人は柳のこういう包丁を研ぐ場合には、まあ最低でもこの2本の砥石が必要です。で、この砥石は、一つは中砥といいまして、800番から、2000番の砥石を中砥といいます。それもう一つはだいたい5000番から8000番の、仕上げという砥石が必要となります。それで、この仕上げの砥石というのは、まあこういうあの日本の柳とか出刃とかいう包丁には絶対に必要なもので、もしこれを使わないと、まあ切れ味は8割程度、それと毎日のそのメンテナンスもできません。これの2つは絶対に必要なものです。で、最初に、中砥ですね。中砥はまあ大体10分ぐらいつけて、それで、仕上げは大体手でこうやって水を加えるぐらいでも大丈夫です。それでまず、まあ柳最初にすることは裏押しという作業をします。これですね。で、この裏押しをするときはこの砥石の側面は絶対平らなものを使ってください。もし平らなものを使わないと後ろのこういうカーブがまっすぐになってしまって結局使い物にならなくなります。で、まあ、裏押しをするときは基本的にはこういう動きですね。日本人のお寿司屋さんの場合でもほとんどこれを裏押しをするときは皆さんこうしますが、これは間違いです。多分こういう研ぎ方を間違えていうその包丁の研ぎ師は、まあ、いないと思います。でもこれが本当なんです。理由はあるんですけれど、いっぱい、まあちょっと今短いので言えないですけれど、で、だいたい1分ぐらいこういうことをして、で、次に研ぐのが、まあ、表ですね。表を研ぐときはこのしのぎ筋というこの筋に合わせて、まあこれが角度ですね。それで基本的に、まあ、2本でも3本でも指はいいんですけれど、こうあの広げないでこういうふうにして、それで基本的に大事なことは上に研ぐときに親指に力を入れて、親指、この2本の指に力を入れて研ぎ上げる。で、下げるときには少し力を抜く。で、ちょっと動かして、こういう動きをします。それでこのこういう包丁を研ぐ時の一番大事なのはこの指の送りでありまして、これをこういうふうに送るとここは絶対に研げません。それからこうやって研ぐ人がいますけど、これも絶対に研げません。こうやって研ぐとこの角だけ研げます。ここは包丁が指が当たってないので研げません。常に指の下しか研げないと思ってください。それとこういう包丁を研ぐとき皆さんやることは、まあなかなかあの刃がつかないというので、まあ、ここの角度をちょっと上げるんですね。こんなには上げないです、ちょっと。でもこの上げ方がだん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 研いでる研いでるとだんだん上がっていくんですよ。どうしてかっていうと、上げるとすぐ刃がつくんで。だけどこんな角度で10回20回やってるとここのところに段ができてしまって、20回目の時にもうここに完全に段ができて刃がつかなくなります。だから、まあその研ぐ時はなかなか包丁に刃が立たなくてもつかなくても、この角度は絶対に守ってください。
これをこうすると一瞬つきますけれど、まあ10回か20回研いだ後はもう使い物になります。まあ荒砥でまた修正すれば使えるんですけれど、もう一回やります。こうですね。それで今やってる動きは、まあものすごくベーシックなやり方で、まあ本当はこれだけでは切れないんですけれど、まあこれ以上のことを今やってもちょっとしょうがないので、基本的にこれをやれば解けます。あとこの顎というこのここですね、ここは非常に研ぐのが難しくて、この普通の人はこの左指だけでこうやるんですけど、これだけでは絶対に歯がつきません。この右の親指をここに置いて、それで左指でフォローして、それで上に行くときにこの両方の指に力を入れて研ぎ上げます。これで初めて研げます。これでは絶対に研ぎません。これです。それともう一つ大事なことは、こうやって歯をつけてるときでも、ここの刃先、ここですね、ここが曲がるんです。こんな極端じゃないけど曲がっていくんです。曲がるとこうやった時に砥石に刃がつかない状態になってるんです。ですから3分に1遍ぐらい、4分に1遍ぐらいこの裏押しをしてください。でこれをすることによって刃がまたノーマルになります。そうするとこうやった時に砥石に刃がついて研げます。だから3分か4分に1遍この裏押しをして、でもう一度刃を、それでまあここに返りというものが出たら、まあ歯が一応ついたということになって、歯を返りを取ります。それでここに指に返りがつか、あの差を感じなくなれば、まあ返りが取れたということで、で次にはこの仕上げを使います。で最初にやっぱし裏を、この時はぴったしですね。で次にやることは、まあ刃先を当てるわけですから、まあ刃先をこの辺を当てるつもりで同じようにこう研ぎます。でこういう仕上げを使うときは、この中砥で使った指の力よりもだんだん力を抜いてください。この中砥でもう刃がついてるんで、ここでまた力を入れるとつけた刃を自分で殺すことになります。ほとんどの人がやってるんですけれど、少し力を抜くんです。で本当はまたこの中砥の、あの仕上げの使い方はもっといろんなことがあるんですけど、これ以上はちょっとテクニックも必要なんで、今回は一応ベーシックということで、力を少し抜いて刃先に当たれるようにこの右手でちょっとだけこう当てるように、 これはダメです。ちょっとだけ当てる気持ちでやるといい刃がつきます。それでまあ返りが出たら、それと、この仕上げの使い方なんですけれど、まあここにこう黒いあの砂が入ってるとこが、黒くなってるとこがあると思うんですけど、ここがもうちょっと真っ黒になると、ここが結局あのこの砂が詰まって滑って使えないっていう状態なので、その時はまあこれにはこの名倉という砥石がついてるんで、これで掃除をします。そうするとこの黒い砂が取れます。
まああんまり今完全に取れてないけど、でもまあ取れます。それでまあこの辺ちょっと綺麗になって、まあこれ残ってますけど、まあこれはこの掃除を、この詰まった泥を取る、それともう一つは取った後にこの白い泥をこっから出すと、この白い泥は歯をつけるときにいい歯がつきます。だからこの泥も使って研ぐようにしてください。まあ、大体ベーシックでこういうとこですね。